ってる。タコさん今日機嫌いいな。なんかあったのか。これポイズン。涙を流す痛みはあるのか。タコさん。タコさん。なんだよ。お前さ、めっちゃいいとこじゃねえかよお前。すいません。なんだよ。なんか今日いいことあったんですか。なんでだよ。なんかすごい機嫌良さそうだったんで。お前な、言いたいことが言えないこの世の中でな、どうしようもねえんだよ。でなんだよ。で申し訳ないですけど、あの今日もちょっといろいろ教えてもらっていいですか。お前な、人のことは邪魔してそれはねえだろな。はい、一つだけ聞いていいか。はい。俺グレートティーチャーだろ。グレートティーチャー、なんだよお前、知らねえのグレートティーチャー。お前、俺グレートティーチャーだろ。あ、はい、そうです、グレートティーチャーです。じゃあやるか。やりますか。今日もやりましょう。はい、お願いします。はい、こんにちは、グレートティーチャー多賀健です。今日はね、すごい、ものすごい嬉しいことがありました。今日はね、待望のスマッシュやっていきたいと思います。拍手。でね、皆さんのね、もうなんて言ったのかな、応援のおかげで今日はもう、あのなんだっけ、チャンネル登録3万人行くことができました。ありがとうございます。それに関しても拍手。もうね、3万人、チャンネル、なんだっけ、チャンネル登録数が言ったらね、グレートティーチャー出そうと思ってたんで、今日出せて嬉しいです。だろ？いい感じだろ？ということで、今日はね、スマッシュやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よっしゃー。はい、ということでね、今日はスマッシュやっていきたいと思うんですけど、本当に、いろんなコメントいただきまして、皆さんスマッシュが早くならないとか、なんか、もうちょっと、何、スマッシュのやり方教えてほしいとか、いろんな意見があったので今日やりたいと思います。でもね、一つだけ、注意じゃないけど、ちょっとね、なんで今までスマッシュやらなかったっていう理由をね、ちょっと説明したいと思います。基本的に、何て言うのかな、スマッシュっていうのは結構見栄えがいいですけど、外から見てね、見栄えがいいですけど、逆にそこをちゃんとスマッシュの意味とかね、理解してもらえないと、結局それでスマッシュが間違ったやり方のスマッシュの打ち方をして、結局自分が不利になっちゃうことってすごい多いんで、だから今までやりませんでした。なのでね、今日は本当に間違いがないようにちょっと本当に気をつけてね、なかなか皆さんが思ってるようなスマッシュの、なんていうのかな、スマッシュ講座じゃないかもしれないですけど、ちょっとねお付き合いください。で、今日やっていきたいことは、とりあえずスマッシュのスピードを上げるとか、その角度をつけるっていうよりも、今日はまずちょっとね、その土台となる練習をちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こう今からねスマッシュやっていきたいと思います。まずスマッシュまず見せるので、ちょっと見ててください。来てね、これですね、スマッシュ、これですね、これがスマッシュ、多分皆さん知ってると思うんですけど。でね、今なんて言ったらいいのかな、簡単に打ってるように見えるんですけど、まずね、今日やってもらいたいのは、まずラケット入れません。ラケットをまず置いてもらってやりたいと思います。まずラケットいらないんで。でね、基本的にスマッシュの動き当たり前ですけど、この動きね、この動き、この動き、この動きね、これものすごく大事になってくるんで、さっき言ったように、もうしっかりこの動きね、この動き、この動き、大丈夫かな。でね、
あの今見せたフットワークね、フットワークいろいろありましたけどね、スマッシュ打ち方わからないとかね、うまくあのスマッシュ打てないって人は多分今みたいな動きも多分苦手だと思うんですけど、1週間皆さんに時間あげますね、本当にスマッシュを良くしたいね、みんなね、お仕事だったりあれ学校行かないといけない、みんないろいろやることがあるんで、そんなに毎日ね、バドミントンができるわけではないと思うんですけど、1週間に2回とか1回とかしかできない人でも本当にスマッシュを良くしたい人はこれやってください。で、まあこれ前編になるので、後編はあのね1週間後載せたいと思うんで、で今日から1週間今からやってほしいことね、それを今載せていくんで、それができないとまずスマッシュが、ま、あの間違ったやり方をしちゃう、結局手の力を使って打っちゃうね、ね、スマッシュはいいんだけどその次ちゃんと準備できてないと、うん、そういう風な形になるのが僕は嫌なので、うん、ちゃんとしっかりやるのであればもうしっかりやる、なので本当にスマッシュを良くしたいっていう人に関しては1週間あげます。1週間、この1週間ね意識してね、今からやることを意識してやってもらって、そういう意識でお願いします。はい、こう今から行くのは基本的にスマッシュね、こういう風な打ち方になりますけど、まず足ね、まず足いきます。よくね、アカデミーのお客さんにも言うんですけど、基本的に4ステップかな、4ステップ今からやるの見てくださいね。足いきます。1、2、3、4ですね。1、2、3、4。まずスマッシュね、シャトルの下に入らないといけない。まずここ1週間みんな頑張ってちょっと強化してもらうね、この足の動きできるだけこうね、こういうことですね、イメージできるとこういうことこうですね。今日ラケットいらないんで、これ実際コードじゃなくてもできるんで、本当にねやる気とね、そこに気持ちがあれば外でもできますこれ、うん、なので体育館ちょっと例えばだけど体育館取れないとか、うん、そういう人に限ってもどこでもできます、やろうと思えば。なのでこの動きね、この動き1、2、3、4この動き分かりました？これやってくださいよ。これが1つ目。はい、次ね、スマッシュが例えばうまく速く走らないね、スマッシュ浮いちゃう、ミス多い、あ、大体僕が見てる限りではこのね、投げるポイントね、打点が低かったり場所が後ろだったりね、そこをね改善するために、まあこれはねタゴアカデミー練習風景でも載せてると思うんで、見たことある人は見たことあると思いますけど、はい、こっち、はい、シャトル投げね、シャトルを取りますで、下がりますで、投げますね、これ簡単そうに見えるでしょ、これできないですよ多分みんな、スマッシュ苦手な人ね、はい、ダメなら行きます。シャトルを取って取りました、投げてる位置が低い、だからシャトルがこうなっちゃう、これダメですよ、これダメ、できるだけ上で、理想ここね、理想ここ、うん、で、これなんでこれがいいかっていうと、結局シャトルをこれ目で見えるんですよ、ま、正しいか正しくないかシャトルが全部教えてくれるんでね。あと、はい、ダメだね、パート2、はい、いきます、こうなって投げる位置が前に進む人、こうなっちゃいますね、これもダメ、これもダメね、はい、もう1個パート3取りました、
投げてる位置が後ろ、投げてる位置が後ろだから、シャトルがこうなっちゃう人。ね、こう上に上がりすぎちゃう人。これダメですよ。ちゃんと、シャトルを取りました。ね、投げます。ネット越えるように。うん、これね、アカデミー始めて、5月とかね、僕の生徒みんなできませんでした。みんな、さっき言ったダメな例ばっか。でね、やって、今ね、8歳の主演くん。8歳の主演くんでも、取ります。ね。シャトルを投げます。ネット、超えます。8歳の子でも超えます。なので言い訳できません、皆さん。ここね、しっかり自分と向き合って、スマッシュが苦手な人、やってください。これ。ね。で、もう一つ。もう一つね、まずシャトルを取りましたね、取って右手だけダメですよ。まずは取りました、左手を出す、うん、左手ピンで伸ばしましょう、ピン、うん、分かりました。こう中途半端ダメですよ、これダメね。こうして伸ばしましょう、しっかり左手がちゃんと使えてれば、勝手にあとは体が来るの。あと気をつけないといけないのだけなんだけど、もし左手がついてきてない場合ね、左手がついてきてない場合、こうなって どうしていこうか、体が常にフラフラな状態、これダメなんだね。しっかり取りました、左手を上げて投げる、うん、わかりますね。このイメージでやってください。ね。なるべく、ね、男性の方とかね、力がある人。ね。なるべく手の力だけで、体のちゃんと力を使って、体の全体の力を使って投げる。ね。そんな力はいりません。こういうのいらないです。うん、そういう意識でやってください。で、背後して。できるだけ、右足で、こうね。右足で踏ん張りましょう。この1、2、3、両先で、1、2、3、4のとこ。この右足で少し踏ん張りましょう、ね、踏ん張りましょう。そこにちゃんと左手つけてね。で、このついた時ね、ついた時に意識してね、みんな。これ重心が後ろに行ってる、これダメね。体の使い方ダメですよ。しっかり足をちゃんと動かして、足を動かして、どちらかというとこう後ろからこれから前に行けますよっていう重心のかけ方をしないとダメですね。このそしたらもう勝手にもう右足ついてる。意味わかる？大丈夫？今日は真面目にいきますよ、タカオケン。いつもふざけてますけど。今日はこれ真面目。これね、本当に間違いやすいんで、今まで乗せなかったっていう理由もあります。なのでね、ちょっとこれ、意識して、やってください。大丈夫ですか？これね、もうスマッシュ本当に良くしたいっていう人、1週間何もしなくていいです。これだけやってください。はい。本当にスマッシュを良くしたい。ね。少しでも、こう、良く、スマッシュが速くなったり、ね。スマッシュを変えたいっていう人に関しては、1週間、これ、また1週間後僕また動画載せるんで、スマッシュに関して。ね。ここで、これをここで約束します。大丈夫ですね。これね、2つね。1,2,3,4 これで、ね、足がちゃんと動くようになってきたら手をつけましょう。1,2,3,4 これができるようになったら、これ外して、わかりますね、なりますね。この動きをちゃんとできるようになったら、こんな、こっち下がる、ここで、こう。力いりませんよ。力いらない。ちゃんと下半身の力を上半身に伝える。この体の使い方。力いらないです。これね、5% 得意です。これ 5% 得意。結構うまいです。足はあるんで、ちょっと技術がまだ足りないんですけど、足はあるんで、はい、ちょっと 5% にやってもらいたいと思います。はい、行こう。はい、多分ね、これを見てね、
皆さんね 5% ってみんな彼のこと呼んでると思いますけど、多分これを見て、お 5% できてんじゃんみたいなね、 5% できてんじゃんみたいな、じゃあ俺もやってみようってなったら、この凄さちょっとわかると思います。はい、行こう。しっかりネット越えてよ。3本目いいですね。男性はね、あのショートサービスラインをね超えるとベストですね。おい、あ、うまい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 。これがあなたにはできるかな。見てる皆さん、皆さんがいつも 5% と言ってる男ですよ。これね、なかなか難しいです、本当に。今みたいにミスをしないで、しっかりあのね、同じところに投げる。これなかなか難しい。皆さんね、やってみてください。はい、ピース。はい、ということでね、今日はね、ちょっと真面目に、本当にスマッシュ。本当皆さん間違いやすいんで、これ。ね、わかります？僕にとってスマッシュは、なんていうのかな、相手の、なんていうのかな、相手を混乱させる、ね、なんて言ったらいいのかな、相手を崩す、ね、ね、そういう意識でスマッシュはあると思ってるので、ね、ダブルスなんかだったら、ね、全員にうまく、ね、決めさせるためにスマッシュを使う、ね、一種の、ただの、その、なんていうのかな、武器なだけなので、ね、これで例えばだけど、これで全部いろいろやろうと思うと、ダメです。スマッシュで決めてやろうとか、ね、ね、そういう意識でやったらダメです。絶対ダメです。そういう意識でやると多分、スマッシュ、例えばだけど、いつもこのレベルでやってる人、ね、このレベルでやってる人、その意識でやって通用するのかもしれないけど、じゃあ、ここに行った時に通用してるのかどうか、ね、そこの意識ね、ちゃんと自分で、こうね、絶対段階がありますから。ね。レベル1があったらレベル2があると。ね。レベル2があったらレベル3があると。ね。そういう絶対こういうね、レベルがいっぱいあるんで。ね。皆さん上を見て。ね。やってください。スマッシュで決めてやろう。ダメです。絶対ダメ。だからや基本的にやりたくありませんでした。これで、あ、言うこと聞いたらスマッシュ早くなったじゃん。じゃあこれどんどん使っていこう。それダメです。ダメです。ね。今まで載せなかった理由、それ。でも、今日は、チャンネル登録、者数3万人いったんで、3万人これはね、本当にすごい。ね、初めて何日 ?3 週間ちょっと、まだ1ヶ月経ってないね。ね、ヤバタン。これヤバタンです。本当にね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、1週間1万人のペースで、ね、いいです。本当にありがとうございます。感謝しております。すみません。ということで、何かね、恩返しができればいいと思って、今日、こういうスマッシュ、ね、やってみたいと思いました。ということで、今日から1週間、1週間ですよ、皆さん。1週間後、ね、10月7日月曜日、ね、載せましたので、来週の月曜、また会いましょう。ということで、今日から1週間、タコ犬、お休みします。大丈夫でしょうか。ということで、今日もありがとうございました。一週間みんなやってくださいよ。スマッシュ本当にどうにかしたい人、ね。スマッシュの精度、やり方は、あ、タオケンの言った通りできてる。でもやり方、例えばその精度上げたいっていう人、もうやっても全然大丈夫なの。ね、その今言った意識を持って、ね、やってください。必ず良くなりますから。で、まずこのスマッシュを良くするためには、絶対土台がないとダメなんだ。ね、土台、ね。体の使い方、体の動き方、足がちゃんとついてくる。ね。その土台ができるようになって、また一週間後、会いましょう。ということで、今日も、ありがとうございました。バイバイ。頑張ってよ。しっかりやってください。じゃあねー。はい、大丈夫です。はい。こういう会話を結構受ける。あ、です。言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズン俺は俺を騙す人でゆくあおおまっすぐ向き合う今に
誇りを持つために戦うことも必要なのさ。